さて、私たちが毎日の料理で何気なく使っているフライパンなんですが、実はその選び方一つで健康を守ることも、逆に知らないうちに害を及ぼすこともあります。フライパンなんてどれも同じでしょと、これまでフライパンに全く注意を払ってこなかったという人は、絶対に今回の動画をしっかりと見ていってほしいと思います。フライパンといっても、世の中にはたくさんのフライパンがありますよね。なぜいろんなフライパンがあるのか、そしてそのフライパンたちにはどのような違いがあるのか、これは一生使える知識ですから、ぜひ頭に叩き込んでおいてください。健康のために自炊をしていたとしても、フライパンに全く意識を向けていないのであれば、自炊をしていても健康になることが難しくなってしまうかもしれません。また本日の内容を聞けば、外食店で使用されているフライパンが大丈夫なのかなとちょっと心配になり、より自炊をしようという意識も高まると思いますから、ぜひ健康意識を一緒にね、最大限まで高めていこうではありませんか。例えばですが、一部のフライパンにはコーティングとして使用される化学物質が含まれていることがございます。その中には加熱をすることで有害なガスを発生させるものであったり、長期間にわたり蓄積されることで人体に影響を及ぼす可能性のある有害成分も含まれております。こういった物質はごく微量であっても、フライパンというのは何度も何度も繰り返し使用するものなので、徐々に体内に蓄積し、大切な健康が脅かされてしまうリスクがあります。また皆さんは今キッチンにあるフライパンを見てみてください。表面が傷ついているようなフライパンを平気で使い続けていないでしょうか。フライパンを長期間にわたって使い続けていると、どうしても徐々にフライパンの表面が削れてきて、内側の部分が見えるようになってきますよね。この場合、フライパンの表面のコーティング成分が食品に混入するリスクも無視できないんです。一方で、フライパンの選び方に注意を払い、安全性を重視した素材を選べば、こういったリスクを大幅に軽減できます。本日は徹底的なリサーチをし、多くの専門家からも健康的な選択肢として推奨されているフライパンも具体的にご紹介しましょう。フライパンを選ぶことは単なるキッチン用品の購入ではありません。それは私たち自身や家族の健康を守る大切な投資であり、毎日の料理をより安全で安心なものにするための第一歩なんです。あなたのキッチンにあるフライパンが本当に安全で信頼できるものなのかどうか、今一度見直してみてほしいです。本日の動画の内容を聞いてね、いやいやと、そんな細かいことにまで注意を払わなくてはいけないんですかと、正直ちょっとそれは面倒くさいですと思ってしまう方も結構いらっしゃるのかもしれません。ですが、あなたが口にするものに関してはこれくらいの高い意識を持って取り組んでほしいと思うんです。周りを見渡してみれば、皆さん何かしらの不調に苦しみ、多くの人が病気や不調を抱えながら生きていますよね。それは普段から何も気にせずに生活しているということが大きな原因の一つになっている可能性があります。ぜひ少しずつでいいですから、私と一緒に健康リテラシーを高めていってほしいです。そしてフライパンに関して注意を払うことができれば、その次はこれ、その次はこれといった風にどんどん健康リテラシーが高まっていくので、ぜひ本日の動画をしっかりと頭に入れていただきたいと思います。皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの滝見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、私は怖くて絶対に使いません。〇〇製のフライパンだけは死んでも使ってはいけないということについて、二言で、これを買っとけば間違いない、絶対に安心安全な奇跡の紙フライパン2000について解説をしていきたいと思います。それでは早速、一言の、私は怖くて絶対に使いません、〇〇製のフライパンだけは死んでも使ってはいけないという重要なテーマから解説をスタートしてまいりましょうか。さて、フライパンというのは私たちの生活に必須のアイテムの一つですよね。フライパンを全く使わずに生活しているなんていう方はほとんどいらっしゃらないと思います。ですが、皆さんが普段使っているフライパンによって健康に多大なるダメージを与えてしまっているかもしれないということに気
づいている人は多くはありません。そこでこの動画の最初となる一元では、絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴について合計5つご紹介していきたいと思います。また動画の後半では健康のためにおすすめのフライパンについてもご紹介いたしますので、これから解説する危険なフライパンを今使っているよという人はぜひこの機会に買い替えを検討してみてほしいと思います。それでは早速一つ目に紹介したい絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴は、大量の毒ガスによって呼吸困難になるフッ素樹脂フライパンになります。さて、健康のためにね、どれほど良質な食材を仕入れてきても、それが調理段階で危険な物質に汚染されてしまったら、せっかくの健康効果が台無しになってしまいますよね。食材には気を使っているが、調理器具にはあまり気を使っていないという方もかなり多いと思います。健康に害のある調理法としては、過剰な調味料の使用とか酸化した油による揚げ物などが代表的でありますが、 NG フライパンを使うというのもやってはいけない調理法の一つとして、ぜひ頭に叩き込んでおいてほしいです。中でも絶対に使ってはいけないフライパンが、フッ素樹脂加工のフライパンになります。これを聞いてね、ちょっと驚かれた方も多いかもしれません。フッ素樹脂加工のフライパンは、食材が焦げ付きにくかったり、お手入れが簡単であるなど、様々なメリットがありますよね。今やほとんどのご家庭で使われているフライパンが、この手のフッ素加工品ではないでしょうか。ですが、フッ素樹脂加工のフライパンは、核の健康的な食材をめちゃくちゃ体に悪いものに変えてしまう最悪のフライパンであると言えます。フッ素樹脂加工というのは、具体的にはフライパンの表面がフッ素樹脂というものでコーティングされているフライパンのことになります。フッ素樹脂はプラスチックなどと同じ樹脂ですが、300度を超えても溶けないという高い耐熱性があることから、フライパンをはじめとした様々な調理器具に使われているわけなんです。しかし、フッ素樹脂は鉄製のフライパンに比べて寿命が短く、耐用年数は2年程度であり、理想的な品質を保つためには1年ごとに買い替えるのが目安であるとされています。なぜこのように短期的なスパンで買い替えが必要になるのかというと、いくら耐熱性のあるフッ素樹脂といえども、強火での調理を繰り返すことによってだんだんと溶けていってしまうからなんです。強火の調理によって溶けてしまったフッ素樹脂は一体どこへ行ってしまうのでしょうか。当然ね、どこかへきれいさっぱり消えるなんていうことはなく、食べ物の中に混入してしまいます。こうして私たちはフライパンから溶け出した非常に有害なフッ素樹脂を食べ物と一緒に飲み込むことになってしまうんです。フッ素加工フライパンを使うことで生じる健康上のデメリットとしましては、次のようなものを指摘することができます。フッ素加工フライパンのデメリット1、加熱によって発生する有害なガスによって最悪の場合死に至る。2、230万個という膨大な数のプラスチック粒子が料理に混入する。3、有害な発がん物質が体内に蓄積する。4、加工が剥がれて内部の重金属が溶け出す。さて、まず断っておきたいのが、このようなフッ素加工フライパンの害が都市伝説であるという否定的な意見が一部に存在しておりますが、それは科学的には間違いであるということ。確かに現在多くのフライパンに使われているフッ素樹脂は PTFE という種類の比較的安全性の高いものが主流になっています。PTFE 自体の安全性は様々な研究によって確認されていることから、フッ素加工フライパンは安全だという誤った認識が広がっているわけなんです。しかし、PTFE の安全性というのはあくまで常温の場合なんです。常温で安全なプラスチック容器がレンチンをすることによって有害物質を放つのと同じで、常温で安全性が確認されているとはいえ、PTFE は加熱することによって様々な問題を引き起こ
してしまうんです。そのような問題の一つが PTFE が加熱されることで発生する超有毒な毒ガスになります。アメリカの環境保護団体 EWG が行った実験によると PTFE で加工されたフライパンは240度以上になると劣化が始まり、360度に達した時点で非常に有害な復活水素が発生したということが確認されております。この復活水素を吸い込むことでめまいや吐き気、呼吸困難を引き起こすことが確認されているほか、フッ素樹脂フライパンを空炊きすることで大量の復活水素が発生し、それを吸い込んだペットの鳥が呼吸不全によって死んでしまったという事件すらも発生しているんです。普通の使い方をしていればフライパンが360度を超えることは稀ですが、すでに240度程度で劣化が始まるということは、たとえ低温調理ではあってもそれなりの有毒ガスが発生していると考えることができます。皆さんはフライパンで調理中に急なめまいや頭痛に悩まされたことはないでしょうか？そのような謎の症状はこのようなフッ素加工フライパンが原因かもしれません。さらに最近ではフッ素加工フライパンを加熱することでおびただしい数のマイクロプラスチックが料理に溶け出すということも分かってきているんです。2022年に発表されたオーストラリアの研究によると、テフロン加工の調理器具に小さな傷がついただけで30秒間に9100個ものマイクロプラスチック粒子が放出されてしまうということが分かっております。この実験ではフッ素加工のフライパンに様々な素材のフライ返しをこすりつけ、特殊な技術を用いてコーティング表面のマイクロプラスチック量を計測しました。この実験ではコーティングが壊れた場合、たとえ常温であっても230万個ものねマイクロプラスチックが料理中に放出されることが確認されていて、あまりに膨大な数すぎて驚きを隠すことができないほどです。マイクロプラスチックの恐ろしい点は永続的に体内や環境中に残留してしまうということでしょう。先ほどのように常温であればフライパンに使われるフッ素加工樹脂は安全であるとされています。ですが私たちはなぜそれが安全であるかを一度考えてみる必要があるでしょう。多くの毒物というのは私たちの体内に入って分解され、化学反応を引き起こすことで毒性を発揮します。ですがプラスチックやフッ素加工樹脂というのは分解されないという理由から安全であるとされているんです。分解されなければ体内でおかしな化学反応を引き起こすこともありませんからね。ですが分解されなければそれがどんどん体に溜まっていくことになるでしょう。フッ素加工樹脂が登場してからまだ数十年しか経っておりませんから、それが体内に長年蓄積することによってどのような健康被害が起きるかは全くの未知数なわけです。実際解剖によって血液中や肺、胎盤など人体の様々な場所からマイクロプラスチックが見つかっています。このようなマイクロプラスチックが長期間残留することで様々な健康被害が起こると考えられているんです。それでは次2つ目に紹介したい絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴は、発がん性物質が食材に溶け出す2021年以前に製造されたフライパンであります。さてフライパンのフッ素加工に使われる樹脂は PTFE だけではありません。フッ素加工樹脂には PTFE 以外にも PFOA や PFOS といったPTFE をフライパンに接着するためのいわば接着剤が使われることがございます。これらの接着剤には発がん性や発達障害といった重篤な副作用があるということが確認されているんです。これらの危険な接着剤はヨーロッパや日本で使用が禁止されていて、現在では不使用のフライパンが主流になっています。ですがこれらの接着剤のうち日本で PFOA の製造や輸入が
禁止されたのは2021年というつい最近のことで、それまでは国産のフライパンであっても当たり前のように PFOA が使われていたという現実がございます。つまり2021年以前に日本で作られたフッ素加工フライパンは非常に危険であり、今すぐ捨てるべきであるということなんです。 WHO の専門機関である国際がん研究機関IARC によると、 PFOA はアスベストやカドミウムと同じく最も発がん性ランクの高いグループ1に指定されております。国際がん研究機関は PFOA の発がん性は確実であると判断していて、動物実験だけでなく人を対象とした臨床研究でも発がん性が確認されております。日本ではようやく2021年になって禁止されたとはいえ、質の悪い中国産フライパンなどでは未だにどんな発がん性物質が使われているか分かったものではありませんので、2022年以降の製造品であっても安全のためにはやはりフッ素加工フライパンは避けておくべきであると言えるでしょう。さらにフッ素加工フライパンはこれら PTFE や PFOA といったフッ素加工樹脂そのものの毒性だけじゃなくて、それらが破壊されることで露出する内部の重金属によるデメリットもあるということを忘れてはなりません。特に PFOA が禁止されて以来、フライパンはフッ素加工とフライパン本体の接着が弱くて、調理によってコーティングがより剥がれやすくなっているとも言われています。このようにね、コーティングが剥がれちゃったことによって露出してくるのが内部のアルミニウムであります。フライパンの種類には銅や鉄、ステンレスなどがありますが、中でもアルミニウムは軽くて熱伝導率が良いため、利便性という点では優秀な金属とされています。しかしアルミニウムの弱点は鉄やステンレスに比べて耐久性が低いということ。アルミ缶などを触ってみても他の金属よりも圧倒的に柔らかくて破れやすいですよね。先ほどの通りフッ素加工樹脂のフライパンは1年で交換が推奨されるぐらい摩耗してしまいますから、中身のアルミニウムがむき出しになってしまいます。こうしてむき出しになったアルミニウムがさらに劣化することで、フライパンで調理した料理にアルミニウムが混入してしまうというデメリットがあるわけです。アルミニウムというのは様々な金属の中でも比較的毒性が高い部類の金属になっています。特にアルミの摂取で問題となるのがアルツハイマー型認知症とかパーキンソン病といった脳の病気なんですね。これらの病気はアルミニウムが尿から排泄されづらく、脳の細胞に蓄積しやすいため起こるんです。実際アルツハイマー型認知症の患者では脳内のアルミニウム含有量が多いことや、アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイド β の産生にケイ酸アルミニウムが関係しているなど、アルミが認知症のリスクになるということは実は様々な研究によって明らかになっているんです。さらに実験ではアルミニウムの大量摂取によって腎臓や膀胱がボロボロになったり、握力が低下するなど様々な有害事象が指摘されているんです。特にアルミニウムによる腎臓へのダメージは深刻なものになります。フッ化水素加工のフライパンを使うことで内部のアルミニウムが食品に混入してしまうと、アルミが腎臓に溜まって腎機能障害が起こってしまいます。腎機能障害になるとさらにアルミが排出されづらくなるため、血液中に溜まったアルミニウムがどんどん脳に溜まってアルミニウム脳症という深刻な状態になってしまうと言われています。アルミニウム脳症はかつて透析液に含まれているアルミによって起こったことから透析脳症とも呼ばれ、言葉が喋れなくなったり異常行動や精神障害をきたすことが有名です。せっかくね、健康のために頑張って良質な食材を選んだとしても、フッ素加工フライパンを使ったせいでこのような
透析脳症になってしまったらもう泣くに泣けませんよね。そのため健康を考えるのであれば、食材だけではなくて皆さんにはもう一段上に行っていただきたい、すなわち調理器具にもぜひ今後こだわっていただきたいんです。もちろんね、食材にこだわるのがファーストステップだとは思いますが、それができるようになったらぜひ調理器具も見直してみましょう。具体的なおすすめのフライパンについては続く2限でご紹介いたしますので、引き続き楽しみにご覧になっていっていただければと思います。それでは次、3つ目にご紹介したい絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴、銅中毒によって腎臓が破壊される銅製のフライパンであります。さて、フッ素加工されたアルミニウムフライパン以外にも、実は危険なフライパンというのは数多く存在します。フッ素加工フライパンよりはちょっとマイナーになりますが、多くの人が使ってしまっている危険なフライパンが銅製のフライパンになります。銅でできた調理器具というと、フライパンよりも鍋や夜間の方が有名かもしれません。銅というのは熱の伝わりが早くて、繊細な弱火でも食材にしっかりと火が通ることから、プロの料理人や調理器具にこだわりのある料理好きの方に愛用されているイメージがあります。ですが、このような銅製の調理器具は銅中毒によって重篤な症状をきたす恐れがあるため、注意が必要なんです。銅というのは少量であればですよ、私たちの人体に必須のミネラルの一つであり、血液を赤く染める色素である赤血球の合成に不可欠な栄養素になっています。赤血球というと鉄分が重要というイメージがありますが、銅は鉄の利用効率をアップして貧血を予防してくれるというね、非常に重要なミネラルになっています。銅製品というのは人類が大昔から使ってきたものですし、化学合成物質である先ほどのフッ素化合物に比べればはるかにマシであると言えるでしょう。ですが、そんな銅製の調理器具も古くなることで銅が溶け出しやすくなるため、注意が必要であると申し上げたいんです。特に危険なのが銅鍋や銅フライパンによって酸性の食品を調理する場合になります。ここ数年の間にも銅製の水筒や夜間に入れておいたスポーツドリンクを飲むことで急性銅中毒になった事例が報告されていて、銅中毒は決して昔の話ではありません。スポーツドリンクは代表的な酸性飲料の一つですから、それを銅の水筒に入れておくというのは銅が溶け出し飲み物に混ざるという点で非常に危険であると言えるわけです。そしてフライパンの場合は特に肉類の調理が問題になるでしょう。肉類にはたくさんのリンが入っておりますよね。天然の肉に入っている有機リンはスポーツドリンクなどの加工食品に含まれている無機リンに比べたらずっとマシであるとは言われているものの、強力な酸性を発揮することに変わりはありません。リンはカルシウムの45倍もの酸性食品であると言われていますから、銅フライパンで肉類を調理するというのは実は非常に危険な行為であると言えるんです。銅中毒がどんなものかをイメージするためには、小中学校の歴史で学んだ足尾銅山鉱毒事件を思い出すと良いかもしれません。足尾銅山鉱毒事件では、銅を精錬する時の排水によって香川が汚染され、大勢の人が被害を被りました。銅中毒の具体的な症状としましては、味覚異常や嘔吐、下痢などがあり、大量に摂取した場合は腎臓が破壊されて尿が出なくなり死に至るケースまであるんです。このように銅の調理器具には非常に恐ろしいリスクがあるため、できる限り銅製品での調理は控えるのが良いと言えます。特にですね、古くなった銅製品というのは非常に危険ですから、もったいなくてもこの機会に買い替えを検討してみてほしいと思います。それでは次、4つ目に紹介したい絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴は、水蒸気爆発で失明するガラス製の蓋付きフライパンになります。さて、最後に、これはね、フライパン本体のお話ではなくてその付属品のお話になりますが、ガラス製の蓋は非常に危険な事故のリスクがあるため、使用は控えるのが良いと考えられております。例えば
フライパンに蓋をすることのリスクとしましては、水蒸気爆発によって火傷をする、突然蓋が破裂し粉々に砕けるといった怖すぎるリスクが挙げられます。これらはごく稀に起こる不運な事故ではなくて、実際に最近の日本でも頻発しているよくある事故で、普段から自炊する皆さんにとっては決して他人事ではないんですね。このようなフライパンの蓋による事故は、しばしばサイズの合わない蓋を使用することで起きると言われていますが、実はサイズがぴったりのものも危険であることが分かっています。それは一つ目の水蒸気爆発の危険があるためなんです。フライパンの蓋には大抵小さい穴が開いているものですが、この穴というのは使っていくうちに汚れが溜まって詰まってしまうということがよくあるんです。普段料理をした後にフライパンを洗剤で洗うと思いますが、なかなかねフライパンの蓋の穴まで気にしてきれいきれいにしているという人はいないでしょう。フライパンの穴はとても小さいですから、フライパンで焼き物をするとね、この穴に油汚れが徐々に溜まっていき、いとも簡単に穴が塞がってしまいます。このように穴の塞がったぴったりのサイズの蓋を使って調理した時のことをイメージしてみましょう。蓋の内部というのは非常に高温の密封された空間になりますよね。空間内部では熱によって上の方に水蒸気が溜まりますが、蓋を開ける時に一気に冷たい空気が流れ込んで水滴となり、その水滴がフライパンの表面の油に落ちて水蒸気爆発を起こすんです。水蒸気爆発ではフライパン内の高温の油や食材が周囲に飛び散りますから、部屋がめちゃくちゃになるだけでなく、当然調理中の皆さんにもそれらが飛び散ってしまいます。こうして高温の食材や油が体につくことで大変な大火傷をしてしまう恐れもあるのです。さらに危険なのがサイズがぴったりの蓋をしてフライパンで揚げ物をするというケースです。揚げ物では通常の焼き物調理よりもさらにフライパンの内部が高温になるため、水蒸気爆発どころか発火してしまうことすらあります。穴が塞がった蓋をするとフライパンの内部には空気がありません。空気がない場所ではどれだけ高温になっても発火しませんので、たとえ内部の油の温度が発火点に達していても火がつかず、それだけの高温であることに私たちは気づくことができません。ですがそこで蓋を開けてしまったらどうなるでしょうか。蓋の中に酸素が一気に流れ込んで爆発的な発火を起こすんです。これは火災現場で起きるバックドラフト現象に似ています。火災現場の扉を開けた途端に部屋が酸素を吸い込んで爆発が起きる、あの現象です。台所でそれと似たようなことが起こるわけですから、ぴったりの蓋をしてフライパンで高温調理をするのがどれほど危険かは簡単に想像できるでしょう。このような調理上の事故によって失明してしまったり、最悪の場合火事が起きて家ごと丸焼けになってしまうリスクもあります。そのためぴったりの蓋は今後絶対に使わないようにしましょう。そしてもちろんぴったりではない蓋にも別の危険がございます。それは蓋自体が破損して怪我をしてしまうというリスクなんです。平成27年度の消費者庁のデータでは、強化ガラス製の調理蓋が床に落としたわけでもないのに突然割れたという事故が100件近くも報告されております。そのうち怪我を負った事故は十数件にも及び、ガラスが目に入れば失明することもあるので、あまりにも危険であると言えます。このようにガラスの蓋が割れる原因の一つがサイズの合わない蓋を使った調理になります。サイズの合わない蓋を使うと蓋のガラスの一部分が直接フライパンや鍋に触れることになりますよね。フライパンや鍋というのはたとえ端っこの方であっても熱伝導によって非常に高温になっています。このようにガラスが部分的に高温となることで、周囲との温度差によってガラスが粉々に砕け散ってしまうというわけなんです。また使い終わって熱々の蓋を急に水につけるような行為も、急激な温度差によって蓋が砕け散る原因になってしまいます。まあいずれにしてもこのようにフライパンの蓋には危険なリスクが盛りだくさんとなっておりますので、できる限り使わないようにするのが賢明であると言えるんです。それでは次、5つ目に紹介したい
絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴は、急に落下して大やけどする取っ手が取り外せるフライパンになります。さて最後にね、ちょっとこれは当たり前のことになりますが、これから2限でご紹介するフライパンも含めて古くて傷ついたフライパンを使い続けることには様々なリスクがあります。古いフライパンはフライパン自体の金属や樹脂が食材に溶け出してしまうというデメリットの他にも、変形して熱伝導が下がることで調理に余計な時間がかかったり、取っ手部分が壊れてフライパンを落としてしまうなど数々の危険性がございます。特に取っ手部分の破損は大きな事故につながりかねないため注意が必要です。ある調査によると、フライパンや片手鍋の落下による危険事案は年間130件も起きていて、中には最近流行りの脱着式取っ手が急に外れて足を火傷したという事件まで起きています。またこのような脱着式の取っ手はたとえ新品に近い状態であっても破損する恐れがあります。それはハンドルとフライパンの接続部分に水が溜まって、その水が高温で加熱されて溶けてしまうからであります。多くの人はフライパンを洗うときに取り外しのハンドルも一緒に洗うと思いますが、ハンドルの脱着部分というのは入り組んだ構造をしておりますので、なかなか乾きづらくなっています。外側は乾いているため、全部乾いたと思って使うと意外にも脱着部に水が溜まっていて、フライパンを加熱することでその水が加熱され水蒸気が発生します。この水蒸気によってハンドルの脱着部が溶けたり変形したりして、フライパンが急に外れて落下してしまいます。これは内部に溜まった水が原因のため、古いか新しいかに関係なく買ったばかりのフライパンでも起きうることなんです。このような脱着式フライパンの危険性については国民生活センターも注意を呼びかけているほどですから、フライパンを買うときはぜひ脱着式ではないものを選ぶようにしましょう。それではこの辺で一元の内容をまとめておきます。一元まとめ。この一元では絶対に買ってはいけない危険なフライパンの特徴について合計5つご紹介いたしました。ポイント1、フッ素樹脂フライパンを使うと大量の毒ガスによって呼吸困難になる恐れがある。ポイント2、2021年以前に製造された日本製のフッ素樹脂フライパンには発がん性物質が使われている恐れがある。ポイント3、銅製のフライパンには銅中毒によって腎臓が破壊されるリスクがある。ポイント4、ガラス製の蓋付きフライパンを使うと水蒸気爆発で失明する恐れがある。ポイント5、取っ手が取り外せるフライパンは急に落下して大やけどする可能性がある。それでは次ラスト2限で、これを買っとけば間違いない絶対に安心安全な奇跡の紙フライパン2000について解説していきたいと思います。さて1限ではフッ素樹脂フライパンから脱着式フライパンに至るまで様々な種類の危険なフライパンをご紹介いたしました。メジャーなフライパンも多数ありましたので、もうご自宅のフライパンは使えないと思って落胆している方も多いことでしょう。そこで続く2限では逆にめちゃくちゃ体に良い最強のフライパンについて2つご紹介していきたいと思います。1限で出てきた NG フライパンをお使いの方はぜひこちらの健康的で安全なフライパンを使っていただければと思います。それではまず1つ目に紹介したい絶対に安心安全な奇跡の紙フライパンは、鉄が溶けることでむしろ貧血を予防してくれる鉄製フライパンであります。さてまずはあらゆるフライパンの中でもダントツに安心安全な信頼のおけるフライパンとして鉄製のフライパンをおすすめいたしましょう。おすすめの鉄フライパンはこちらのリバーライトの極めシリーズになっています。まずは数あるフライパンの中でもなぜ鉄製のものが最強であるかについて軽くご説明させてください。鉄フライパンの何よりのメリットはやはり健康にとって有益であるというポイントではないでしょうか。鉄フライパンは他でもなく鉄でできていますから、一元でご紹介したような化学合成物質による危険性もなければ銅中毒になってしまう心配もありません。鉄フライパンからは多少の鉄が溶け出して食材に付着しますが、
鉄は銅と違って多少の摂取では中毒にはなりません。むしろ研究によって鉄フライパンは鉄を追加で摂取することで貧血予防になるということが分かっております。貧血の中でも最も多いのが赤血球の材料である鉄分が不足することによる鉄欠乏性貧血になっています。鉄欠乏性貧血は月経によって血液が失われる女性で特に多いんですが、鉄のフライパンで調理をすることで1食あたり最大 3.3% も鉄分を追加摂取できることが分かっています。また鉄鍋の場合はさらに多い 9.5% もの追加分の鉄が摂取できるので、貧血にお悩みの方にとって鉄製の調理器具というのは非常に強い味方となってくれるでしょう。サプリなどと違って鉄フライパンであれば食事と一緒に鉄が吸収されることで吸収効率が高まりますから、貧血の方はサプリに頼る前にまずはフライパンを鉄製のものに変えることから始めてみましょう。さらに鉄フライパンには料理を美味しく調理できるというメリットがございます。先ほどの銅フライパンと同じく鉄は熱伝導性に優れていて、短時間で一気に食材に火を通すことができます。また耐熱性が高いですから多少の強火では変形せず長持ちするというのも鉄製フライパンのメリットでしょう。使えば使うほど樹脂が剥がれていってしまうフッ素加工フライパンなどと違って、鉄フライパンはむしろ使えば使うほど油が馴染んで焦げ付きにくく使いやすくなっていきます。さてこのように素晴らしい健康効果と利便性のある鉄フライパンですが、決して 100% 万能であるわけではないんです。鉄製のフライパンの多くは樹脂フライパンと違って錆びつきやすいというね、決定的なデメリットを持っています。まあもちろんきちんと手入れをすれば錆びつかずに鉄フライパンを長持ちさせることもできますが、忙しい皆さんはいちいち料理のたびに手入れをするというのはちょっと面倒に感じるかもしれません。そこでおすすめできるのがこちらのリバーライト極みシリーズであります。こちらの極みフライパンは鉄の表面に特殊な技術で加工を加えることで鉄製であるにもかかわらず錆びづらいという奇跡のような使いやすさを実現しております。特殊な加工といってももちろん体に悪い化学樹脂でコーティングしているわけではありません。こちらの極みフライパンは窒素を充填した特殊な釜で鉄を窒素化することで通常の5倍の強度を誇る鉄を作り出すことに成功しているんです。安物の鉄フライパンの中には中身は鉄でも表面はフッ素加工されているなんちゃって鉄フライパンもありますから注意が必要であります。さらにとっては脱着式ではありませんから急な落下による事故などのリスクもありません。ややお値段は高いかもしれませんが、樹脂フライパンと違ってきちんと使えば十数年長く持ちますし、長い目で見ればむしろコスパが良いと言えるでしょう。 IH にも対応となっておりますので、どんなキッチンでもお使いいただけることができます。26センチ以外にも様々なラインナップがありますので、お好みのフライパンをぜひ見つけてみてほしいと思います。それでは次ラスト2つ目に紹介したい絶対に安心安全な奇跡の紙フライパンは、圧倒的な安全性と利便性を誇るセラミックフライパンになります。さて健康上のメリットが圧倒的に優れた鉄フライパンですが、料理初心者の方にはどうしてもねちょっと使うのが難しいというのが難点かもしれません。特に買ったばかりの鉄フライパンというのは油馴染みが悪いため、使う前に油慣らしが必要ですし、その後も油返しという下準備を毎回行う必要もあります。また熱伝導が良く瞬時に火が通るというメリットは、逆に言うと料理中目が離せないというデメリットにもなりますので、やはりね料理初心者の方にとっては少し扱うのが難易度が高いと言えるかもしれません。そのような鉄フライパンのデメリットを補いつつも、樹脂フライパンと違って安心してお使いいただけるのがセラミックのフライパンになっています。最近はセラミックの包丁が
流行するなど、セラミック製の調理器具を使っている方が増えてきておりますよね。セラミックフライパンの他にはない特徴は、フライパンなのに白いという点でしょう。セラミックというのはどちらかといえば金属よりは石に近い物質になりますので、金属製のフライパンのように食材に溶け出してしまうこともありませんし、錆びてしまうこともないんですね。セラミック自体は熱伝導性は高くありませんが、あくまで内部は金属で、外側がセラミックでコーティングされているだけですから、普通に調理する分にはきちんと熱は通りますから問題はありません。またセラミックというのは耐熱温度が400度と石窯レベルの耐久性になっています。セラミックの硬度はダイヤモンドに迫るほどの高さとも言われておりますから、安心してお使いできるでしょう。おすすめのセラミックフライパンとしましては、こちらの京セラのフライパンになっています。京セラフッ素不使用セラミックフライパン26センチ、4236円となっています。日本のセラミック製品といえばやはり京セラですよね。こちらはPTFE や PFOA といったフッ素化合物が一切使われておりませんので、安心してお使いいただくことができるでしょう。また鉄フライパンのように使い方が難しいわけでもなく、 IH 対応で初心者にも使い勝手がいいですから、万人におすすめできるフライパンと言えます。さらにセラミックフライパンはその耐久性から、たわしでゴシゴシとね洗えてしまうというのも便利でしょう。セラミックフライパンが鉄フライパンに劣る唯一の弱点といえば、空炊きが NG であるということぐらいでしょうか。空炊きというのはフライパンが空っぽの状態で熱を加えることですが、温度が急激に上昇するため、400度の耐熱性を誇るセラミックといえども空炊きは非常に危険なんです。とはいえ空炊きは鉄フライパンでも火傷などのリスクがありますから、鉄フライパンであれば OK であるというわけでもないですし、まあ大したデメリットではないでしょう。このようなことから、買い替えるフライパンの選び方としましては、料理が得意な方や味にこだわりたいという方は鉄フライパンを選択する、そして料理初心者で利便性を求める方はセラミックフライパンを選択するといった風に選ぶのが良いと思います。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょうか。2限まとめ。この2限では絶対に安心安全な奇跡の紙フライパンを2つご紹介いたしました。1つ目はリバーライト極み鉄フライパン、2つ目は京セラフッ素不使用セラミックフライパンの2つでありました。もちろんね、これら以外の商品であっても鉄フライパンとかちゃんとセラミックフライパンをリサーチしていただければ安全な商品はあるはずですから、ちょっとこちらはお値段が高いよという人はご自身でリサーチしてみていただければと思います。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしていただけますと嬉しいです。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしていただけると大変嬉しいです。本日はご清聴ありがとうございました。